行くなら俺も誘ってくれ。俺たちはこの世界にウイルスをばらまいた奴らを探してるのさ。こうやって片っ端から PK していきゃ、いつかは犯人を退治できるだろう。そうすりゃ晴れて元の世界に戻れるってわけさ。悪く思うなよ。正気で言っているの？不安に耐えきれなくなって PK でうさばらし？なんだと？もう間違いねえ。犯人は絶対こいつらだ。やっちまえ。行くぜ。おい。ライトの先端。とどめだ。負ける要素はなかった。今の連中、ケストレルの PK だな。ああ。どうやらパニック状態になった連中が。あちこちのエリアで暴れているらしい。早く対策を見つけないと大変なことになりそうね。ハセオ、なんだこのエリア、 PK だらけじゃねえか。このエリアの間反応と何か関係があるのかも。ともかく気をつけなさい。逃がさないわ。負ける要素はなかった。好きだらけだぜ。
当然の結果ね。打ちのめす。大事な剣弾。楽勝楽勝っと。逃がさないわ。正義は勝つ。アイダ、救助しよう、ハセオ。わかった。いいぜ、来い、来いよ。ここにいる。スケース。you
これでこのエリアの間反応は消滅したわ。ん？ショートメール。月の木の奈良からだ。肩慣らしにもなりゃしねえ。逃がさないわ。負ける要素はなかった。よし、もらった。当然の結果ね。おお、ちょうど良いところに参られましたな。何のことだ。私も今しがた到着したところなのですが、この奥から話し声が聞こえるのです。神殿の奥に誰がいるのか確認しておこう。私も今しがた到着したところなのですが、この奥から話し声が聞こえるのです。ケストレルのギルドマスターが、なぜ？オーバン！おお、お前か！オーバン、どうしてここにいる？さて、なんでだろう？お前に聞いてねえよ。古い友人と語らっていた、というところかな。オーバンとは昔、義兄弟の契りを交わした仲だ。
なことはどうでもいい。答えろオーバン、ここで何してる。お前たちと同じさ。同じ？アイダサーバーからの脱出手段を探してるんだよ。いつまでもここにいるのはごめんだからな。お前たちだって同じだろな、GU の諸君。どうして、どうしてあんたが GU を知ってるんだ。あんた何の目的があって。落ち着きなさい、長谷尾殿。我々の目的も、この方の目的も、アイダサーバーの調査、そしてここからの脱出、すなわち我らは同志です。同志と争う断りはありますまい。調査か、まったくヤタも回りくどいことをさせる。どういう意味だ。脱出手段なんて彼はとっくに知ってるさ。なんだって。違うかな、パイ。このサーバーがオリジナルのサーバーを模したものなら、オペレーションフォルダが存在するはずだ。オペレーションフォルダ？ザワールドのシステム全体を統括管理するファイルだよ。そいつを操作すれば PC データを通常サーバーに転送できる可能性は十分にある。ヤタはプロジェクト GU 実行班の責任者、当然ザワールドを知り尽くしているはずだ。そのヤタがオペレーションホルダーの可能性に気づかないはずはない。はい。本当なのか、本当にヤタは気づいていたのか。それはどうなんだよパイ。あのタヌキ、本当にオペレーションフォルダのことを知ってて黙ってやがったのかよ。それはまだ確証がなかったから。だからヤタ様は。確証？そんなものを悠長に待てる状況かい。でもどんな危険があるか。危険のない場所がこの世界のどこにある。ヤタがオペレーションホルダの剣を伏せた理由、それは彼に脱出する気がなかったからじゃないのか。ゲームに閉じ込められたプレイヤーたちの恐れ、悲しみ、怒り、戸惑い、ここにはより原初に近い感情が詰め込まれている。アイダ汚染が PC とプレイヤーへもたらす影響を観察するのに、これ以上の場所があるか。そう、ここは彼にとって格好の研究室なんだよ。俺たちはモルモットかよ。お前もヤタもアトリのこと助ける気なんかなかったんじゃねえか。話を聞いて。うるせえ。今さら何の言い訳するつもりだ。人をいいように使いやがって、都合のいいことばっか言いやがって。俺はな、てめえらのそういうとこが。ハセオ、止めるな君。やめるんだ。ここで喧嘩したってアトリシャンは助からない。だけど俺もハセオと同意見だぜ。くん、知識の蛇に戻ってヤタに確認を取ろう。話はそれからだ。オーバン、あんたヤタとも知り合いなのか。ああ、古い友人だよ。
よろしく言っておき。また会おう、ハセオ。どいつもこいつも俺に何隠してやがる。では私は調査を続けます。お願いします。じゃ行こうか。説明してもらおうか。どうしてオペレーションホルダーのこと黙ってた。確証が取れるまで伏せていただけだ。憶測で君たちを混乱させるわけにはいくまい。ものは言いようだな。これからオペレーションホルダーに侵入して転送コマンドを強制実行する。どうやって。トライエッジのサインを利用する。このサインはイレギュラーな転送機としての機能を持っている。いわばアイダの作ったカオスゲートだ。これは CC 社サーバーの穴であり、同時にアイダサーバーの穴でもある。ヤタ様はその穴を逆用する転送プログラムを組んでいたの。どこまで本当だかな。オペレーションフォルダに通じる唯一の穴はデルタサーバー、隠されし禁断の絶対城壁モーリーバロー城塞にある。ハセオ、パイ、クーンの3人でトライエッジのサインからオペレーションフォルダに侵入。同フォルダ内で転送コマンドを実行してもらう。転送プログラムの実行方法はすでにパイに伝えてある。モーリーバロー城塞に向かいサインを調べたまえ。わかりました。了解。
寝ろ。デルタサーバー、隠されし禁断の絶対城壁モーリーバロー城塞に向かおう。これからサインハッキングを行ってオペレーションフォルダに侵入するわ。トライエッジのサインをターゲットして。データシードが足りないようね。おいおい、それじゃあこれからどうするんだ。今ヤタ様から新たなアイダ侵食エリアの情報を得たわ。このエリアでアイダをデータドレインしていけばまたデータシードが集まるはずよ。
隙だらけね。はっ、ここは天王寺。当然の結果ね。隙だらけね。肩慣らしにもなりゃしねえ。にもなりゃしねえ。間確認、気をつけなさい、ハセオ。
間反応がまだあるわ。気を抜いちゃダメよ。よし、もらった。
刀なしにもなりゃしねえ。間確認、気をつけろ、長谷尾。必要なデータシードも揃った。戻りましょう。グズグズしてはいられない。
ここがオペレーションホールだか。まだよ。ここは連絡通路。どうすればいいんだ。システムの上位階層に侵入しないと。待て、何か来る。どうやら間サーバー側の門番みたいね。来るぞ。上等だ、蹴散らしてやるぜ。いいぜ、来い、来いよ。ここにいる。スケース。なんだこれ。オーバン01。オーバン。他のゲートキーパーが現れるかもしれない。急ぐわよ。
ここがオペレーションフォルダ。そのようね。認証 ID を入力してください。ID 確認しました。コマンドの入力をどうぞ。現在のサーバー情報を展開して。了解しました。以上の範囲に対してプログラムの実行を要求するわ。確認しました。プログラムを挿入してください。転送コマンド実行します。カウント開始。50 49 48 47 47。プロセス239から361までをカット。急いで実行して。了解しました。転送プログラム実行します。なんだ、何かが広がっているのよ。なんだ、どうなるんだ。魔法陣、これどうなってんだ。なんだ、ここは。愛だ。ぜ、こんな時に。動けない。こいつらのせいか。くそ。一撃で。何なんだこいつら。奥にまだ何かある。何だあれは。
俺たちはリアルに復帰した。しかし、アイダサーバーでの一連の出来事は、リアルではたった数分間の出来事でしかなかった。オペレーションフォルダ内に現れたのは、確かにトライエッジだった。トライエッジの他にも二人いた。あいつら、一体何者なんだ？アイダを攻撃してたけど、トライエッジはアイダじゃないのか？そして、アトリは